どうも、なおっちです。ガンダムブレイカーのその3続きをやっていきましょう。いやー、なんか開幕からね、ちょっと最近気温がまた暖かくなってね、花粉症の影響で鼻と喉がね、やばいんですけれども、やっていきましょう。とりあえず、シナリオの3、生徒会の教育。そう、前回はね、チンピラの正午に絡まれたんだけど、まあ、無事ね、やっつけれたよというところで、どうやら生徒会が、なんか、この学校の覇権を握ってるみたいなね、雰囲気なんで、生徒会をね、まあ、ボコボコにすればいいんじゃないのかなと思います。というわけでね、続きをやっていくんですけれども、新たにガンプラをね、もうちょっと早いんですけど、作ってきたので、お披露目しようかなと思います。第08ガンプラ部。ここなら誰も来ないと思います。あれね、前回言ってた、廃部寸前って言ってたね。改めまして、2年の高麗よりです。C 組の学級委員で、転入生の彼を案内中でした、はい、はい、そうですね、放課後だったんですけれども、私は3年 A 組の三神楽優衣。彼とは小学生まで一緒の学校だったけど、途中で私が引っ越してしまったの。あ、そうだったんだ。そうだったんですか。じゃあ幼馴染ってことですね。そうですね、でもごめんなさい。あ、それで謝るのね。2人を巻き込んでしまって。そんなことないです。なんかもっと別のことで謝られる。生徒会の応募にはもう我慢ができないと思ってました。まあね、応募はね、許されないからね。っていうか今コロナすごいけどさ、全然対策してないよね、なんか国っていうかね。私みたいな考えの生徒も頭おかしいかなり多いと思いますね。え、俺みたいな考えの、国民の皆さんも多いと思います。でも表だってそんなことを言ったら潰される潰されますか。私たち元生徒会役員みたいに。やっぱりあれですか、力権力が全てですか。君にはどうしてこの学園が今みたいになってしまったのかモンハンのアップデート、それを説明しないとだよね。モンハンもね、動画撮りたいんだけどね。もともと私は1年生の時に立候補して生徒会の副会長をやっていたの。いや、学級委員とかね、立候補したことあるけど、なかなかね、みんなこの学園をより良くしよう、もっとガンプラに打ち込めるようにって頑張ってた。でも、うん、春休みが明けて私たちが2年生になった頃だった。今あれだもんね、3年だって言ってたもんね。ある2人が元生徒会役員たちにガンプラバトルを挑んできたの。1人は現副会長の瀬名大輔。ほう、どっちがどっちかわからん。そして現生徒会長の椎名優樹。元生徒会役員もみんな強かったわ。実際それぞれが全国大会で活躍できるレベルのガンプラビルダーだった。めっちゃレベル高いね、生徒会っていうだけ。それ2人は圧倒的な力で元生徒会役員を蹂躙したの。あ、それは学園クリーン作戦と呼ばれたわ。学園クリーン作戦すごいね。元生徒会役員の誰も2人に勝てなかった。もちろん私も。そんな強いんだ。そんな元生徒会役員が生徒たちから支持されるわけもなかった。なるほどね、強い方にしたら。だから次の生徒会役員選で立候補した彼らを、その時の生徒たちはみんな次世代のカリスマとして支持してしまったの。まるでジオンの亡霊やコスモ貴族主義に熱狂するみたいにガンプラバトルで強いものが正義、弱いガンプラビルダーは悪であると。なるほどね。入学してすぐでしたけど覚えてます。私たち当時の1年生も圧倒的な力を目の当たりにして、それが正しいと思ってしまった。俺はね、まあ転入生なわけだから知らんわけだけど。まさか今みたいな状況になるなんて、その時は誰も思ってなかった。そういうもんだよね、副会長の瀬名君は政治家の親を通じて政財界にまで及ぶ力を持っているの。ボンボンかよ、ぶっ飛ばしたるわマジで。だからこのガンブレ学園を含む都市計画そのものに圧力をかけた。結果先生たちも何も言えなくなってしまった。残っていた他の生徒会役員たちも学園として機能なくなってる。すぐに辞めさせられてしまったわ。あ、一人を残して。誰が残ってんの。そして学園内に誰も反抗できる者がいなくなってから、生徒会は一方的にいろいろなルールを定めたの。
何あのスカートは短くしようとか、そこからは私もわかります。あ、でもあれか、3年生の子が異様に短いだけか。強者こそが正義、ガンプラの強さが人の価値すらも決める。マジでその生徒会の方針がそのまま学園の方針になっている。まず去年から学園内ランキングが導入されたの。あ、言ってたね、さっき。これは毎月一度、さっきっていうか前回のパートランキングバトルで変動するわ。ランキングバトルは 3-on-3 の G キューブ形式。あ、撃墜数だけでなくサポートや立ち回りを含めて総合的に評価される。まあそうだよね、3対3ってなるとね、まあ倒すのが一番いいかもしれないけど、アシストとか、ね、ランキング上位者には、ね、学園側からの資金的人材的なサポート将来の進路も厚遇が約束される。だから強い人はより強くなっていく。それだけならバトルに強い学園を目指すということで問題はなかった。でも学園はいびつな方向へと突き進んだ。まあ機体の性能差が、あれだから強さの差じゃないから、ない高速にはなくとも自然とそうなってしまった。まあ仕方ないよね、ランキングがあるとね、どうせマウント取られるから。こんなのおかしいですよ、ユイ先輩。少なくとも私が憧れていた誰もがガンプラを楽しめるガンブレ学園じゃないです。まあイオリはね、あの楽しみ方独特だから、ね、ごめんなさい、性格変わっちゃうから。私たち元生徒会がもっとしっかりしていれば。ほんまや、負けるからいけないんだよ過去は過去でしかない、ユイのせいじゃない、戦うしかない。戦うってあなたが。確かにさっきのバトルでは強かったけど、 でも強いんですよ、チームを作ろう。それって私たちでチームを作って生徒会と戦うってこと？いいじゃないですか。ユイ先輩、私やります。おお。今までユイ先輩が一人で戦うのを見ているだけでした。即実行とか言ってたもんね、前回。でも即決断、もう嫌なんです、イオリちゃん。だってこの学園は私たちの学園じゃないですか。そうだな、生徒会だけのものじゃないはずです。みんなの学園だもんな。それに私には彼が何か新しい力をもたらしてくれる、そんな気がするんです。でしょでしょ、新しいガンプラ作ってきたんですよ。新しい力を。無害者だからね。ごめんね、新入生だし。私君をこんな戦いに巻き込みたくなかった。よく聞くセリフよ、ガンダムで。やっぱりイオリちゃんと同じ、どこかで期待してたのも否定できない。めっちゃ期待されてるな。都合のいいことを言ってるのは分かってる。だけど私たちと一緒に生徒会と戦って。おお。生徒会規定事項6条4項、学園の生徒は生徒会及び生徒会役員への反抗の意思を持つことを許されない。え、ずっと聞いてたの？誰やねん。リョウコ？あ、生徒会か。生徒会に通報があった。やっぱ3年生がスカート短いんだな。ここ生徒会への反逆を凶暴している。なんで？年上に階級上がるごとにスカートの丈を短くしろみたいなのがあんのか。生徒会初期の大鳥リョウコ先輩、先ほどの話にも出た前の生徒会役員でただ一人現生徒会に残っている人よ。じゃあ力が全てだっていう感じか。生徒会を支持するチーム、ラプラスの盾のリーダーでもある。おお、さっきのチンピラみたいな人たちもラプラスの盾だって言ってました。これは面倒なことになりましたね。あ、チンピラの親玉なの。誰がチンピラだこれ。うるせえドンパチ。うわ、出た。今度こそぶっ潰してやる。かかってもいいよ。やっぱりチンピラそのものじゃないですか。ちくわで戦い、ちくわで。2年のコウラと、お前は転入生か。悪いことは言わない。ユイに手を貸すのはやめておけ。ね、こっちにつけとか言うのかな。彼は俺の意思関係ない。ユイ先輩と一緒に戦うと決めたんです。嫌ですっていう前に、イオリが嫌ですって言う。イオリちゃん、仕方ない。それでは力でねじ伏せるしかないようだ。バトルルームに移動するぞ。行くぜ、オラ。いいね、先ほどバトルが終わったばかりなのに、またお前か。まさかの連戦。ここに再度レジスタンスチームとラプラスの盾の戦いの火蓋が切って落とされようとしています。ミカグラユイの前に立ちふさがるはかつての生徒会のメンバーでもある、ね、ラプラスの盾リーダー、なんでそんなに
あでもマスコミもそうだもんな、なんかどこにでも湧くような、そういうタイプなんだろうな。さあこの因縁のバトルの結末やいかに。それではガンプラバトルレディーゴー。さあかかってこいや。さあ作ってきましたガンダムオセロ。別にね、あのオセロってしたのはね、なんとなく色がほぼ2色ぐらいで作ってるからオセロって感じかなと思ってオセロにしただけ。さあ作ってきたガンダムねえ、かっこいいんだよ。ウィングの翼が、ウィングのエンドレスワルツのあっちの方のね、あの翼、あれやばいよね。それをねゲットしたから、それをちょっとつけて着てみたっていうところですね。さあ早く早く、パソコンだからかね、ロードもねちょっと長めかもしんないけど、パソコンにねなんかつないで、キャプチャーか、キャプチャーボードかつないでやってるって感じなんだけど。うわ雨だ、ガンダム乗ってるちゃんと。私は私の誇りのために戦いたい。かっこいい、大鳥涼子。何そのシチュエーション、かっこいい。ずる、そういう演奏俺にもくれ。さあ今戦いの、うわ羽かっこいい。初陣なんだよね、作ってから、あの作ってないんだよ、あ戦ってないんだよ。まずはレベルを上げて、あとは切る。よいしょ、ガチだよガチ、リアルガチだよ。あれえもうパーツ取れた。ちょっとちょっと、ほらほらビームサーベルにしたから、うわやられちゃう。プレイヤー4、撃破されました。てかあれだな、このレベルで、あのプレイヤーのやつらと戦うのはよろしくないな。一回箱割るか。あ、羽が、俺の羽がもげてる。よいしょ、レベル上がんねえかな、レベル3回今。まあ、よし。ほら、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 ビームサーベル。切る、切る。コンテナ壊せか。じゃあ、こいつら無視だな。よいしょ。いていていて、誰だよ、おい。背後からビーム打ってくんな。いていていて、動けねえ。地にはな、荒屋敷があるんだぞ、あとで使ってやるから。あ、こう、あと4つか。 S ランクでね、なるべく全部行きたいけど、今回 S じゃなかったんだよな。あー、また壊れた。え、どこ取れた、この、お前ら。よし、戻ってきたな。あーあれだ、これを壊して、でこれでミッションクリアでしょ。このクエストはチームブルーが持っていった。お前を入れ、何今の攻撃。まだ次のクエストがある、切り替えていくぞ。このクエストはまあ頑張って切り替えるんだね。これはじゃあ撃墜させてやろう、お前ら。よいしょ、ほら、だいぶレベル上がったからね。何スキル今の、何スキルなんとか、相手の、ね、妨害なのか。おビームサーベルかっけえな、これビームサーベルっていうか、なんかランスみたいな感じだった。外線勢力を20機落とせば、またポイントがもらえるか。
よいしょよいしょ、ガンダムを倒せ。お、レベル6、もうここまでいけばねだいぶ余裕が出てくるから。ほらよっと、スプレイヤーを撃破。あ、そうそう、なんかね必殺技みたいなの使えるんだよこれで、こういう風に。あ、なんだ、なんか出てきた次。今一瞬が変わった気がしたけど、キーパーツ、勝負を倒せ。キーパーツ、パーツ中回収パーツ、あ、でも勝負を倒せになった。できてるんですね。どこだ、あ、そっちか。あ、キーパーツ回収してくれたんだ。勝負どこ、勝負、勝負、勝負どこ、勝負を倒せば勝っちゃうんだけど。え、クエスト失敗か。ちょっと俺倒してないよ。任せてくれ。てか荒屋敷も使わなかったし。いや全然ダメやんけ。ガンタンクの腕思った以上に戦えてなくてびっくり。さてと、でもなんでさっきの大鳥さんだかをぶっ飛ばすね、涼子っつってたっけ。なんで翔吾が最後のあれだったの、今回はなターゲットだったの。急なバトルで準備できてなかったんだよ次こそはぶっ潰す。その言い訳はちょっとおかしいだろ。お前らから勝負ふっかけてたんだぞ。かっこ悪いにも程がありますね。ほんとね、その顔もよくわかる。かっこ悪すぎだよな。涼子、あなた今のバトル何、手抜いてたとかって言ったらぶっ飛ばすぞ。負けは負けだ。今回はおとなしく引くとしよう。安心しろ、これは正式なバトルではない。あのバカも自分が負けたなどとわざわざ吹聴して歩くことはすまい。涼子、だがこれで終わりではない。お前たちが生徒会に反抗する意思を持つ限り、その目を潰そうと資格が現れることだろう。さて、どこまで抗えるか楽しみにしているぞユイ。それ笑顔だね、随分。お前もな。では、はい、失礼。頑張ります。いや、一段落ですよ。とりあえずのでしょうか。そうね、涼子に一つ借りを作ってしまったみたい。やっぱ手抜いてたんじゃねえかよ。何にしてもだから最後勝負だったんだろ。生徒会と敵対するのは明確になってしまった。あれがターゲットが。ひよりちゃん、大変なのはここからよ。なんでや、はい、俺の名前も呼んでや。でもこの動きはなるべく他の人には知られない方がいいですよね。いいんじゃね、逆に。いや、俺らあいつらぶっ潰すからよ。ええ、どこに生徒会の支持者がいるかわからないもの。いいよ、かかってこいよ。わかりました。まとめて。これは私たち3人だけの秘密ということで。さっきの戦いぶりからすると負けそうだけど。くしゃくしゃ。花粉症？同志がいる、同志が。あ、やば。どういうところにいるの？誰？俺が聞きたい。あ、誰っていうか、ここ私の部室で。机の下でガンプラ作ってお昼寝してたんですけど。なんで机の下でガンプラをまず作ってるの？むしろあなたたち誰です？質問を質問で返す。こっちが誰って聞いてんだから、まず先に名乗れよ。終わりかよ。あー謎のキャラが出てきたところで終わりか。で次回が、シナリオの4とサイドゼロ出撃。なるほどね。まあというわけでね、生徒会にいよいよ反抗するというね、物語のベースができてきたというところで、次回もねまたシナリオの方やっていこうと思います。まああともうちょっとね操作をね、よくしないとよろしくないかなと思ったので、動画投稿中とかにね練習しようと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。